はい、こんにちは、クラウノです。前回が、先週がライブだったんで、2週間ぶりの収録になりますけど、はい、あ、だからライブ見てらっしゃらない方いたら塩野田のライブなんで、またぜひ、見ていただければと思うんですが、はい、まあ、今回は、以前からちょっと、まあ、お話ししてた、イステン、ちょうど20周年の、ブランド20周年の、総決算のイステンということで、人気投票を、うちのオリジナルのチェアの人気投票をやった、まあ、結果が、最終出てまいりまして、まあ、トップ3をご紹介したいと思います。はい、まあ、早速いくんですけど、3位はこの子です。 A の15で、2位がこれ A の5、まあ、5ですね。 A5 と、そして栄えある20周年、エリアオリジナルチェア、堂々人気第1位がこちら、A4 になります。まあ、もう A4、A5 は前もちょっとお話したんですけど、もう双子で、まあ、一緒にデザインして一緒に作った、まあ、二卵性ソーセージみたいな、まあ、イメージの、まあ、チェアなので、まあ、ワンツーフィニッシュ飾れてよかったなと思います。 A の15もね、あの最近の開発、最近でもないか、もう 2,3 年経ってるのかな。でもやっぱり根強い人気があって、まあ、ニューカーマーでいいなと。でも基本やっぱりみんな馬蹄型っていうか、チャイニーズチェア好きなんだな。まあ、腰高のね、こういうハイバックが、まあ、基本椅子っていうと、肩甲骨のところまで来て、ラダーか直線かっていう、まあ、そういう椅子がほとんどなんですけど、まあ、こういう腰のところで回ってくる、いわゆる馬蹄型って言いますか。馬蹄って、あの馬の、あの蹄鉄、あの蹄につけるあの金属です。こう U の字型、まあ、馬蹄型ってよく言うんですけど、が、まあ、すごく人気なのかなとは思います。はい、そんな中で、まあ、今回ちょっと1位に輝いた、まあ、A4、まあ、これがどうやって生まれたのかっていうところと、あとこだわったポイントっていうところの2点に絞って、まあ、せっかくなんでね、人気投票1位だったんで、まあ、このチャンネルで簡単にご紹介したいなと思います。ニューヨークでもね、やっぱり主力の一つになっていくと思いますし、あのナンバーワンチェアですからね、まあ、皆さんに知っておいていただければなと思います。はい、というわけで、あの一番最初にこいつをどうして生み出そうと思ったかっていう話なんですけど、ね、すごくよく覚えてるんですけど、これ A4 なんですよ。だから A1 と A2 と A3 っていう3種類の椅子しか当時なくて、やっぱりもう4作目5作目どんどん椅子のオリジナル作っていかなきゃいけないなって思っていたんですが、この A4 を作るときにすごく、こだわったこと、とにかく売れるチェアを作りたいと思ってました、その時で。売れる椅子ってどういう椅子なんだろうみたいなところから始まって、かといってなんかこう売れ線の、なんかポップスみたいな、そういうものは作りたく、まあ、ちょっと、音楽で例えちゃってますけど、そういったなんかこう歌謡曲みたいなのは作りたくなくて、やっぱりこだわりのものを作りたくて、で、まあ、そういったところがあって、売れ線でなおかつ、玄人もうなるものっていうのはどういうものだろうなって、やっぱりあの考えに考え抜いて何周も何周も回って、やっぱりチャイニーズで、まあ、先ほどから言ってますけど、この馬蹄型でチャイニーズチェアが大元になっていて、その後に、ウェグナーが乗っかったこの形がやっぱり一番、まあ、チャレンジするには一番いいカテゴリーかなと思いました。で、まあ、チャレンジカテゴリーっていう中で、まあ、基本的にこの形っていうのは、まあ、先ほどから言ってますけど、チャイニーズチェアから、端を発し、まあ、紀元前ですね、紀元前のチャイニーズチェアから、まあ、基本は端を発し、そして北欧で受け継がれ、中古のそのウェグナーがこれを、現代版で新しく解釈し、そしてそこから、まあ、あのいろんな各国で人気を経て、でこのいわゆる一つの題材っていうものを、いろんなそのアーティストが、自分のこの題材はこうだよねとかっていうふうにやってきた歴史だったんで、
まあ、そういう意味ではこれはチャレンジして自分のそのデザインとして一つ生み出す必要性があるなっていう、まあ、これを本題として選びました。でこれのそのまあ、とにかく売れるチェアでしかもなおかつ、クロートも、納得するっていうこの2つを両立させるために、まあ、そういう形を、選んだんですけど、ですね、もうずっとこだわっていたのはウェグナーと見せつつフィンユールに寄っていこうと思ってました。最初からコンセプトの時点から。だから実際これをよく椅子とか、まあ、デザインをよく知ってる人が見るとウェグナーですねとは言わないんですよ。これフィンユールですねっていうふうにちゃんと言い当ててくれるというか、まあ、ここのアームのこの、いわゆるブーメラン、これ人間工学なんですけど、まあ、要は座った時に手を置いた時にここの手首の関節よりも肘の関節の方が絶対にここの肩の関節の都合上下に来るんですよ。だから削り落としていくとかここよりここの方が打点が低いですね。でそれが、自然に肩をしたらここよりもここが低くなるっていう、まあ、この、傾斜をデザインでここに表しているっていうのと、人間は手を普通に置いた時こういうふうには置かないですね。肩がこう自然にしたらここがこういうふうに R がかかってくる、まあ、いわゆるブーメランの形になってくるからこっちもブーメランの形になる、まあ、例えばそういう細かい話だったり、あるいはこの薄さ、ここのアームの薄さですね、すごいこだわったところですけど、まあ、すごい強度をしっかり取りつつ一生ものの強度を持たせつつ限界まで削り抜いたっていう、まあ、この、アームですよね。すごいもう触ってもらうと本当にペーパーナイフかっていうぐらい薄いんですけど、まあ、切れませんけど、まあ、そういうふうな形だったり、まあ、基本的にはフィンユールをむちゃくちゃ意識して作ったってことです。だからウェグナーの題材でなおかつフィンユールを入れるっていう、まあそういう意味ではちょっとなんだろう、もうすごく、いいとこ取り丼みたいな、そんな丼物みたいな形にはなってるっちゃなってるんですけど、まあただやっぱりそれがうまいハーモニーでうまく収まってくれたんですごく良かったなと思います。まあ、こういったね、削り出しのところとあとそれから、まあ、サスリのところもそうなんですけど、まあ、本当に綺麗に仕上がってるんじゃないかなと思います。はい。で、あとは何だろう、これをデザインしてるときとにかく売れるって何だろうっていうことを考えたので、これ言っていいのかちょっとあれなんだけどすごくチープになるかもしれないんですけど、もう耳で売れ線の曲ばっかり聴いてた。ビートルズをまず聴いてました。これデザインしてる時ビートルズのレッド・イット・ビーとかもうロールでかけてこれ聴いてて、簡単なんだけど後々、100年経っても汎用性があるデザインで、そしてやっぱりその時代を表すような、まあ、新しさも内心持ちつつみたいなところで考えてたから、レッド・イット・ビーとか果てはもうミスチルまでかけて聴いて売れるってなんだろうってことをすごい考えて作った、まあ、A4 はこうそういった椅子です。だから先ほどから何度も繰り返してますけど、売れるっていうこととそれから、クロート性っていうところを両立させた椅子っていうのは何だろう、まあ、っていうところを突き詰めて考えたら、まあ、この椅子が出来上がって、それがまあ20周年の堂々の第一になりましたっていう、まあ、そういう話になっております。まあ、まだね座ったことのない方はぜひお店に来てもらって座ってもらいたいと思うんですが、まあ、こういったところ の背骨の平均値取ってくるR の削り出しや、まあ、そういったところも本当によくできてますん で今ちょっとこれからの未来の話なんですけど、企てているのはこの A4 を軸にもう少し、経典から先に行く、まあ、経典っていうのはつまりさっき言ってたウェグナーだったり、フィンユールだったり、まあ、バテ型だったり、チャイニーズであったりっていうそのいわゆる経典から少し先に行った、これをベースにしたこれの改造モデル A4 の改造モデルを
最新作でニューヨークに対して作りたいなとは思っています。まあ、それも今度あのデザインが上がってきたらまたチャンネルでご紹介したいなと思いますが、まあ、とりあえずひとまず20周年の締めくくりの中で1位に輝いたこの A4、まあ、エリアの代表する一脚といっていい椅子になったと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ、この A4 の、弟のこの、カーホーン、まあ、ブルホーン、牛の角みたいだからカーホーンというんですけど、このカーホーンもそれから15のこの大きな、アームも、また今度ご紹介する機会があればご紹介したいと思います。今回は第1位の A4 の、ご紹介をさせていただきました。はい、そんなわけでまた、次回の動画を楽しみにしてください。それではさよなら。